い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。です。はい、今日の動画は何でしょうか。カービィコピー能力クイズ。おお、いいね。懐かしい。あ、いいですよ。カービィやったことありますか。あ、もうスーパーデラックス。うん、それ。あ、やったことあるんですね。あ、もうスーパーデラックス。スーパーデラックスよ。カービィのイラストを送るので、うんうん、これ何のコピーかっていう名前をドンと、ね、当てていただきたいと思います。名前は当ててもらいます。では、はい、1問目。はい。こちら。はい。はい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 。え、結局何、名前ってどういうこと？例えば、まあ、単語ですよ。あ、なんかぽいの出さないんで。ぽいの入れとけばいい。一つ出さないやつあるんで、うん、暗いところパッと明るく一回限りの花火をあげようってやつは、なんかライトっていう能力とか。そんな能力か。ケイさん、ケイさんそれも聞いて何も分かんなそうだけど。むしろそれそんな能力あんの？こういうことでいい、はいはい、ちょっととりあえず書いたけど違ったらまあ、はい、ニュアンスあったら丸にしてよ。うん、はいはい。はい、うん、じゃあケイさん。バンファイヤー。ファイア、うん、アですか？ファイア。はい。ヤの方がいいのかな？カービィはヤの方がいいのかな、もしかして？ヤかな？そこがね。カービィはヤかな？ね、この問題。カービィはヤですか？じゃあ高橋さん。はい。ファイヤー。やゆうよのやーで伸ばし棒ファイヤー。正解は、うん、ファイアです。あこれは 0.5 これやか赤問題もこれもう永久だから、こんなクイズで永久の課題だから、これ伸ばしてもいるからな、しかも間違って伸ばしちゃってるよ、もう 0.25 です。全然入んねえ、全然入んねえじゃん。さすがにやっぱそうっすよね、ケイさん。ファイアでいいんだ。では次、こちらです。はい、まあさすがにこれはこれでしょ。こういうことかな。こういうこと。では、高橋さん。はい。はい。ハンマー。ハンマー。あったね。ハンヤーじゃなくていいですか？だちち、ハンヤーってことはないです、絶対に。ハンマーでいいですね。マーです。ハンマー。マーで伸ばしてます、ね。はい。はい。では、ケイさん。はい。バン、ハンマー。はい。ハンマー。正解は、はい、ハンマーです。はいはいはい。では次。はい。こちら。ああ、これ好きだったよ。おお、これね。ね。うん。なんで帽子かぶってんだろう。ジョッシュン、シュ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 。効果音で言うと。はい、では。はい。ケイさん。バーン、ソード。ソード。はい。タカシさん。はい、ソード。正解です。はい。ソード結構使いやすかったよね。馴染んできましたね。やっと分かってきたよね。ソード使いやすいよね。ねえ、K、うん、さん、ここまで来てやっと趣旨分かりだした。やっと分かりだ。一問目でなかなか分からないからね、K、うん、さんは。まず そもそもクイズのそこを理解しなきゃいけないっていうね。そこが難しいからね、やっぱりまずは。そんなことないんだけど、ね、続きましてこちら。はい、ああ、いいね。序盤ね、序盤。これいいよね。あ、うん、これ弱い。カービーボールでもこれは使いやすいんですよね。ああ、そうなんだ。カービーボールってあの、ね、ゴルフみたいに入れるやつ。はいはい、あったあった、懐かしい。あんま攻撃力がないよな、多分。あんまだってね、これね、うん、ただ楽なのよ、移動が。うん、はい。あ、はい、ケイさん、これも分かると。できたよ。はい、ではケイさん。バン、パラソル。はいはい。おお、タラシさん。はい、パラソル。パラソル。正解、パラソルです。おい。おい。アンブレラとか書くかと思いましたけどね、ケイさんのことが。知らないか、アンブレラ。アンブレラ。アンブレラを。アンブレラが知らない。知らないか。そんなワードが出てこない。そっちが出てこない。はい。はい。今んとこ同点。素晴らしい。いや、俺の勝ってるからね。同点認定してる。 0.25 を同点と見出してくれてる。最初の赤逃げ切る可能性あるね。そうだよ、赤や問題で。では次こちら。うわ、好き。俺すごい好きだった、これ。うわー、これ何、これ分かるけど、なんだっけこれ。やっぱ少年心くすぐったよね、これ。すっごい好きだったよ。いたな、こいつも。あの技のそのコマンド多いんだよね、結構ね。いろんな技の種類あるの。うん、そう。ふわっふわっジャ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 ふわっチュッ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 。音しか分かんない。こんな感じです。効果音で言うとね。音ばっかりじゃないですか。かっこいいね。音ばっかりだな、ね。じゃあ
K さん。バーン、ファイター。ファイター、はい。はい。高橋さん。ファイターあ、ファイター、ファイターですよ。ファイター、ファイター。ファイターよ。ちゃ、やばいやばい、なんか変なことしてる今。ファイター、ファイター。はい。ファイターね。ファイトゥー、はい、ファイトゥーファイトゥーじゃない。ファイトゥーじゃないです。ファイター。正解はファイターです。はいはいファイター、ファイター、ファイター、やったー。すごい。よしよしよし。ファイターもわかんだ。ファイター好きだったな。なんかさパンチねダダダダダダって連打したりさあと昇竜拳みたいなのがあったよね。ああるね。そうそうで下に攻撃したりとかさ、なんかフワーってあのパンチの残像を飛ばすみたいなファーみたいな。遠距離もいけるし近距離もかっこいいしで結構使ってたよ。では次こちら。あ、なんだっけ。これは意外と見た目からの差はあります。 あ、これじゃなかった。これこれじゃなかった。この人なんだっけ。これ移動が気持ちいいんだよね。トゥルルルってあのなんかさトゥルルルルってこう背伸びしながらトゥルルルルってこうトゥルルルってチャラララチャラララみたいなさ音効果音で言うとチャラララみたいな。ずっと何言ってんの。なんでだよ。わかるだろ、あるあるだろこの音は。なんでわかんねえ、伝わんねえんだよ。デラックスやってたろ。え、デラックスやってない。スーパーデラックス民でしょ、あのセーブデータ一瞬で消える。ちょい衝撃で一瞬でけんだから、あのスーパーデラックス。そうだっけ。スーパーデラックスが一番弱かったイメージなんだけど、これマジで一番消えてた気がする、ね、なんか知んないけど、うん、衝撃弱かったよねスーパーデラックスってね。では高橋さん。はい、ミラー。ミラー。ミラーでね、うん、あれ違った。はい、K さん。ミラー。おい残念。えミラーは僕もね出そうとしてましたが、ちょっと違うんですね見た目。え違うの。ミラーこちらです、ね、あ似てるやん。めちゃめちゃ本当だ。めちゃめちゃ似てるじゃん。僕が送ったのはちょっとスーパーデラックス出てるか見てみますよ。出てないかもしれない、はいはい、あ出てます。出てる。あじゃあこれだ。じゃあこれ、じゃあこれだわ。わかんないな、もう一個は。これもあったよね、こんなやつ。ミラーじゃないのこれ。こいつデラックスにいた。ミラーじゃない方のこっち。これじゃないじゃん、俺これだよこれ。これもう一個ある、もう一個こういうの。あの声、ジャラララってな、ビビビってな、ビビビってやつ。あそれか。うわ、言っちゃってるよ。いや言わなきゃよかった、このファイヤーの矢を取り戻せばいいのに。なんで俺はこんな。これか。なんでヒントあげちゃうんだ。はい、では高橋さん。はい、ビームあべや、ゆっちゃビーム。高橋さんね、ゆっちゃビーム。もう言っちゃったビーム。あ、言っちゃったビーム、言っちゃったビーム。ビーム言っちゃったビームってなんじゃそれ。では、Kさん。はい、ビーム。はい、正解、ビームです。おい、あったあったあった、あったあった、あった、うん、ビリ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 ってやつね。ビリビリビリってやつね。ね、ビリビリってこうなんかね、こう、はい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 、あんま使いやすくはなかったね。結構序盤で使うやつね。あったね。では次、はい、こちら。ん、はい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 、わかるよこれは。あ、わかりますわかります。これはそうでしょ。あ、ちょっとあのごめんなさい、チビちゃんが帰ってきました。すごいあの可愛らしい声が入っちゃったらごめんなさい。カービィですか。カービィじゃないです、もっと等身あります。一等身なんでカービィは。もっとあります。では K さん。バーン、カッター。はい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 。高橋さん。はい、カッター。正解です。はい、懐かしい。 K さん分かんないのかと思ったら全然分かってるじゃないですか。ね、うん、なんかわかる。だか最初だ、問題の出し方がちょっとわかんなかっただけで。これしかなさそうだけどな。だいたいこうだろうっていうね、推測が、ね、あったけどね。ちょっとなんか、いや正式な名称というか、ちょっとって思ってちょっとビビっただけで。ビビってただけみたいです。そうそうそう、ビビってただけ。ね、今んとこまあ計算勝ってますから。そうだよ、うん、こんなビビってる人に俺負けてんだから。ねえ、では。ねえ、これ勝った。こちら、あ、はい、喋ってましたね。喋ってた、すごい恥ずかしい今の。すごいカッターの話をしようとしたら、もう続いてはこちらって出されてる。恥ずかしい、恥ずかしい。え、これさ、多分これあれには出てないね。ほらほら、
俺これでもね、64もやってるし、Wii もやってる。わかんない。タイさんそんなやってんだ。俺64の横スクロール結構好きでやってたよね。あの64混ぜれんのよ。64混ぜれんだよね。そう、混ぜれるやつは混ぜれんの。丸々と丸々混ぜると、なんか新しくなるみたいな。え、何その2つ合わせられるの？そういうのもあって、楽しかったよ。だからすげえ64のやつ。混ぜれるの？もう一回やりたいぐらい。全然関係ないんだけどさ、カービィってあのガノンドルフコピーできるの？できるよ。できるよね。全部できるよね。はーあーです。あーそうだそうだ。本人ははーなんですけど。うざいな、なんかもう声高いし。いや君が振ったんだよ。君が振ったから聞きたいって言うからやったんだよ、こっちは全力で。あそっか。ヨガファイヤーはどうなんですか？ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、確かにヨガファイヤー、ストリートファイターよ出てたな、ね、ヨガファイヤー、ね、最終奥義の最終奥義もやってほしい。最終奥義ね、全部つなげてほしい。インファーンなんですけど、うん、カービィがコピーするとヨガインフェーって言われます。かわいいね、カービィ。やっぱかわいくなる、かわいくなるんで。カービィシリーズちょっと面白いな。カービィがコピーするとシリーズね、面白いな。カービィがコピーバズんじゃうよ。バズるかもしんないな。バズる、こんなんでバズるかもしんないな。ちょっと毎日テロップいらないじゃん、ね、それならね、あのワンテロップだけでいいからさ。そうだよ、そうそうそう、カービィがコピーするとね、うん、そうそう、うん、あー面白い、かこれなんだ、これ俺知らねえんだけど、デラックスいないんでしょこれ。これ多分64いた気がする。これ64いたよ多分。デラックスにはいないけど、これじゃない、でもなんか有名じゃない。でも俺もちょっとなんかでもこれしてる、まあまあ書いたよ一応、はい、こんなんいた気がする、はい、うん、ケイさんバーンニードル、うんうん、ニードル、はい、うんうん、高橋さん、はい、ニードル、うん、正解はニードルです。おーい、イエーイ、よくケイさんいけたね、当たったぜ。え、でもデラックス出てないっけこれ。え、いない、デラックスは出てなさそうよ、いい気がする。あ、いないんだ、気がするだけ。なんで俺知ってんだろ。あ、カービーボールでしょ、カービーボールにいたから、いたぞ、カービーボール学生、カービーボールいた、なるほどなるほど、いたよね、こいつで止まって。あ、こいつ当たってきたらトゲトゲ刺さっちゃうみたいなのでいたね、うん、はいはいはい、あったあったあった、うん、ああそれだそれだ。でもこれは結構品質度高めですよ、他の。うーん、いっぱい出てんだ、結構いっぱい。あ、そうなんだ、はいはいはい、あ、そうなんだ。ではこちら、うわ、いきなりなんかすごいの来たな。え、これデラックスいなくない？いないんじゃない多分。え、けどカビボールいます。え、ちょっと待って、カビボールいんのこれ。あー、あ、じゃあやばい、じゃあ俺やばい。じゃあ俺わかんない。これになっていろいろなんか、うん、うーんって勝手に動くみたいな。確かに。ええー。確かにあったかも。これじゃないじゃん。Wii もいますね。Wii、あれ俺 Wii さっきやってるって言ったけど Wii やってないから。嘘だ。ちゃんと嘘ついてるぞ。見たから。ね。めちゃめちゃ嘘じゃん。ちゃんと嘘ついてたかもしれない。俺もしかしたら。だから Wii もいますねって言ってる、くれてるのに。言ってくれたの。あれ？でも俺これ見覚えないってことは Wii 俺やってなくねっていう。Wii ねえじゃん。Wii やってないかもしれない。もしかしたら。Wii のリメイクみたいなのがね、うん、出てますか今スイッチで。Wii デラックスが。あ、そうなんだ。そう。なんかちょっと見た目の方も変わって。リマスターだけじゃなく。一番新しいのはこの前ってやつじゃないの、はいはいはい、ディスカバリーが出て、うん、うん、で、ウィードックスが一番最新かな、言うても。あ、そうなんだ。それは何、リメイクってこと、リメイクってことなの。そう、リメイクって感じだね、多分。はいはいはい、へー、そうなんだ。グルメフェスってやつもあったな、今日。お、いいね、なんかパーティーゲームみたいな、それ面白いんです、はいはい、うん、カービー BGM もいいね。はい、あ、そんな覚えてないかも。なんか BGM 後のやってよ、 BGM 後。え、それやろうよ、じゃあそれは。そんなんやるでしょ、うん、それは。あの部屋行かなきゃいけない、ね、あの部屋行かないと、あの机行かないとできないんだもん。え、結局今まで単体で BGM 後までやってないよね。単体って何？まだポケモンしかやってないから2話。おお、じゃあ無限にあるじゃんまだ。なんか俺に可能性を感じすぎなのよ。なんで俺にそんな可能性感じてくれてんの。無限にあるじゃん、こっちもやりがあるけど、そんなに期待してくれたら。可能性無限って言われるとすごい力湧いてくるね。ではK さん、これかな、ちょっとバン、トルネード。お、トルネード、はい、え、トルネード、ネード、うん、ネード、
いや、ね、ネード。伸ばし棒ね。伸ばし棒ね。うん。うん。高橋さん。ちょっと俺もわかんない。俺これ知らなかったわ。トルネード。でも一緒。トルネード、伸ばし棒。うん、伸ばし棒うん。正解は。え、なんか違うのそれ。ええ、トルネードです。いいどっちう、いいネイド。あ伸ばしじゃないんだ、うん、まあ 0.5 上げましょう。うわ、いや、トルネードは伸ばしって相場は決まってるでしょ、はい、ではじゃあ次ラストにしましょう、はい、まだねいっぱいあるんで、はい、今後またやりたいです、はいはい、まあ、これやりたいやりたい楽しい、うん、はい、こちら、え、これちょっと待って、知らないんじゃない、え、まさかこれ、まさか見たことある、え、まさかこれ、うわ、知らないわ、え、まさかある、え、知らない、知らないってどういうこと、お二人は知らないね。え、出てはいないね。嘘。ああ、今スーパーデラックス出てるよこれ。そう、ロボボプラネットってやつとスターアライズってやつにしか出てないです。これあれでいいじゃん。え、お、なん、何のこと言ってるかわかんないけど。いいの？何あれでいい。あれでいい。何を言ってるかわかんないですが、まあ。え、これじゃないの？はい。いいよじゃあこれで。はい。もうこれしかわからないし、はい、これしか。できた、わかんないから書いてよ。では、K さん、はい、バーン、ライト、ライトって言うの、さっき俺が例題で出さなかったっけ、例題で出したやつ、え、言ってた、言ってた、最初の例題で出さなかったっけ、あの、その時まだ K さんビビってたんで、K さんビビってたんで、あんまりちょっとあんまり意識がちょっとあんまり、もったいない、一問無駄にしたこれ、ワンチャウズ、じゃあ俺、え、じゃちょっと付け足していい、じゃあこれに付け足していい、何、じゃあライトニング、はい、ライトニング電撃にしたんだライトニング、うん、すごいな、ニング付けた、ね、では高橋さん、え、これもあるってこと、バン、うん、ネス、どういうこと、 PK ファイヤーネス、ネス、残念、あネスじゃんこれでもネスみたいなことなのかな、ピンケファイヤーもう一回じゃあ考えますか、あ、分かった、そういうこと、え、これじゃない、じゃあ書いていい、書いていい、書いていい、ちょっと待って待って待って、出していい、文字数とかいいですか、いい、はい、文字数くださいそこはちゃんともらわない、きっかり文字数ください、4文字ですね、あ、じゃあ来たかも、来た来た来た、ハマったとかも合わせて、それヒントあげちゃったじゃん、じゃあネスヒントだったんじゃん、じゃあ、はい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 、そういうことね、ネス大ヒントじゃん、うわ、ではケイさん、バン、サンダー、え、え、高橋さんえPK サンダーのサンダーだけ取ったの、バン、エスパー全体取りました、私は全体をネス全体をエスパーあれサンダーじゃないの、あれ違うの、正解はエスパーです最後やば、最後やばちゃんと負けたサンダーだけ取ってちゃんと負けてるサンダーじゃないの、まあ、エスパーだっていうの認識なかったのかも、計算にはそういうこと、エスパー少年だね、 PK サンダーじゃん、だってエスパー少年です、だからファイヤーとか使えるんだよ ね、ファイヤー、 PK ファイヤー、 PK ファイヤー、 PK サンダー、おーでしょ、やった、最後追い上げた、高橋さんの勝利です、追い上げたぜ追い上げたぜ、あ、やったマジかよ、おもろいね、これまたやりたいわ、うん、おもろいね、ね、はい、うん、またやりましょう、はい、これはまたじゃあ次見たいぜって方からお願いします、はい、今日はここまでです、最後まで見てありがとう、ぜひぜひチャンネル登録お願いします、スペインちゃん、タミちゃんも見てください、おい、明日も楽しみ、またね、サンダーサンダーだろ、これどう見ても